ジョセフ・ヘンリーはアメリカの物理学者スミソニアン協会の初代会長として米国の科学振興に尽くした生前から高く評価されていたイギリスのマイケル・ファラデーとほぼ同時期に電磁誘導を発見したがファラデーの方が先に発表している電磁石を研究する過程で自己誘導という電磁気の現象を発見電磁誘導の SI 単位ヘンリーにその名を留める また、軽電器を発明し、サミュエル・モールスや、チャールズ・ホイートストンが電信を発明する基礎を築いた。1797年、スコットランド系の両親の間に、ニューヨーク州オールバニで生まれた。家庭は貧しく、幼くして、父を亡くした。父の死後は、祖母と共に、ニューヨーク州、ギャルウェイに住み、ギャルウェイの小学校に通った。その学校は後に、 ヨゼフ・ヘンリー・エレメンタリー・スクールと解消している。小学校卒業後は雑貨店で働き、13歳の時に時計屋の見習いとして働き始めた。若い頃は演劇が好きでプロの俳優になることを夢見ていた。16歳の時、ポピュラー・レキチャース・オンエクスペリメンタル・フィロソフィーという科学書によって科学への興味に目覚める。1819年オールバニアカデミーに入学し、 無料で授業を受けた。授業料は無料でも生きていくために稼ぐ必要があり、家庭教師などをしてしのいだ。医学を志したが、1824年にハドソン川とエリー湖を結ぶべく建設中の修道の測量の義士見習いに任命された。その後は土木工学、または機械工学を仕事とするようになった。オールバニのアカデミーパークにあるマーカー。 ヘンリーがここで電気の研究をしていた。ヘンリーはオールバニアカデミーの教授たちが科学を教えるのを助けるほど優れた才能を示したため、1826年、同アカデミーの校長が彼を数学と自然哲学の教授に任命した。教授となったヘンリーはいくつかの重要な研究を行った。ヘンリーは知識への興味から磁気一般についての実験を行うようになった。 ウィリアム・スタージャンの電磁石を改良するため、1829年、絹によって絶縁した銅線を鉄心に巻き付けることで、強力な電磁石を作った。これは、銅線の周囲を絶縁して、より密に巻き線を作れるようにしたものである。絶縁体としてもチータ絹は、妻のスカートを裂いて作ったとされる。ヘンリーはその技法を使って1831年には、関数400回の電磁石を、 イエール大学のために制作した。その電磁石で3 3 8キログラムの物体を持ち上げることに成功。さらに同年1トンの物体を持ち上げることまで成功した。彼はまた一つの電池に二つの電極でつなぐ電磁石の場合、並列にいくつかの巻線を接続した方が強力になることを発見した。しかし、 複数の電池を使う場合には一つの長い巻線の方が良いことも発見した。後者は電信の実現に一役買った。1830年、マイケル・ファラデーより先に電磁誘導を発見したが発表が遅れたため発見の項はファラデーに譲ることとなった。1831年には電磁器を動力源として動く世界初の機械を作った。電動機の元となったものである。 ただし回転運動ではなく、棒の先の電磁石が前後に振動する形だった。これは、棒が触れた時に2つの電池の一方と接触して、電磁石の曲性が逆転し、反対方向へ動く力が生じる仕組みだった。この実験からヘンリーは1832年に自己誘導を発見した。ヘンリーは多くの発明をしたが、一切特許化はせず、これらの成果をもとに、 他の人間が製品化することを大いに援助した。1835年にヘンリーが発明した軽電機は電信機の発明の基礎となった。このサミュエル・モールスによる発明に対しヘンリーは多くの支援を行った。1842年、ライデンビンの放電による電磁振動を発見。1845年から47年にかけて天文学者スティーブン・アレクサンナーと共に 太陽黒点の観察を行い、サーモパイルを使って黒点が周囲より温度が低いことを明らかにした。この成果は天文学者アンジェロ・セッキがさらに発展させたが、ヘンリーの関与が正当に評価されたかについてはやや疑問がある。ヘンリーはニューハンプシャー出身で気球で有名だったタデウスローと知り合うようになった。ローは空気より軽い気体に興味を持ち、それを気球に使って 気象観測を行った人物である。ローはガス気球で大西洋を横断するという野望を抱いていた。ヘンリーはこれに大変興味を惹かれ、ローを支援するようになった。1860年6月、シティオブ・ニューヨーク号という巨大気球のフィラデルフィアからニューヨーク州メドフォードまでの試験飛行に成功した。同年秋には大西洋を横断に二度失敗し、 次回は1861年の晩春を待つ。必要があった。そこでヘンリーはもっと西の方から東海岸まで飛行し、投資家の興味をつなぐことを提案した。1861年3月、ローはオハイオ州シンシナティにやや小さい気球を運び込んだ。そして4月19日に飛行を行ったところ、アメリカ連合国に侵入してしまった。南北戦争が勃発したことで、 ローの大西洋横断の試みは断念され、ヘンリーの勧めもあって、ワシントン DC に行き、合衆国政府に対して、気球を戦争に利用することを提案することになった。ヘンリーは、陸軍長官、サイモンキャメロンに、ローとその気球を推薦する手紙を書いた。ヘンリーの推薦もあって、ローは、北軍気球司令部を結成することになり、2年間北軍に協力した。晩年は、 米国の科学振興に尽くした巧妙な科学者でスミソニアン協会会長だったためヘンリーのもとには多くの科学者や発明家が助言を求めて集まってきたヘンリーは辛抱強く親切で自制心が強く穏やかでユーモラスな人柄だった例えばアレクサンダー・グラハム・ベルは1875年3月1日に紹介状を持ってヘンリーを訪れている ヘンリーがベルの実験装置に興味を持ったので、ベルは翌日それを持って再び訪れた。デモンストレーション後、ベルはまだ試していない音声を電気信号化して伝送する技法を口頭で説明した。ヘンリーはベルが偉大な発明の方が思っていると確信し、発明を完成させるまで公表しない方がいいと助言した。ベルがそのための知識が自分には足りないのだというと、 ヘンリーは断固として、では、それを獲得しないさいと答えたという。1876年6月15日、ベールはフィラデルフィアの博覧会で電話の公開実験を行った。この博覧会には電気関係の展示の審判員としてヘンリーも参加していた。1877年1月13日、ベールはスミソニアン協会でヘンリーらの前で電話の実演を行った。 その夜、ヘンリーの詳細でベルは、ワシントンフィロソフィカルソサイティでも実演を行っている。ヘンリーは、ベルの発明の驚異的価値におしみない賞賛を送った。1878年5月13日、ワシントン DC にて死去。電磁気学における彼の業績を記念して、1893年、電磁誘導係数の単位は、ヘンリーと名付けられた。 ヘンリーは1852年から亡くなるまで東大委員会の委員を務めた。1871年には同委員会の委員長となっている。同委員会の委員長を軍人以外が務めたのはヘンリーだけである。アメリカ沿岸警備隊は東大や霧の中での音響信号に関するヘンリーの業績を称え、カッターにヘンリーの名を付けた。ジョー・ヘンリーと呼ばれた。 このカッターは1880年から1904年まで使われた。1915年、ヘンリーはブロンクス区にある偉大な米国人の殿堂に入れられた。プリンストン大学にはヘンリーにちなんだヨゼフ・ヘンリー・ラボラトリーズやヨゼフ・ヘンリー・ハウスがあるスミソニアン博物館の外にあるヘンリーの像。ありがとうございます。